クモン彦ツ3月4日隊は、北海道日本ハムファイターズに所属する高知県、秋群原生村出身のプロ野球選手。左投げ左だ。高知高等学校では、2年時の夏に、第90回全国高等学校野球選手権、記念大会に出場。1回戦の中田連、上本総司をする高齢高等学校戦で5点差を、つけられた6回から登板するも、 同点に追いついた直後の8回に勝ち越しを許し敗戦投手となり5から8で初戦敗退に終わった2年次の秋からは AS となり3年次の夏は決勝で明徳義塾高等学校の石橋良太と投げ合い3から2で勝利し高知県予選を制止同行3年連続の甲子園出場に貢献する 第91回全国高等学校野球選手権大会では、1回戦の助水館高等学校戦で史上初となる2日、連続打点、ノーゲームの末に160球を投げ切り14、脱三振をマークし9から3で、関東勝利した。ノーゲームの試合はいずれも0から2、と歩から6で、助水館校がリードしていた。2回戦は、 正治隼と要する床端千名高等学校に打ち込まれ6回7失点で降板し、チームも6から7で敗退した。甲子園、通算3試合、19回19奪三振、防御率6.16。野球部の同期には木下拓也がいる。高校卒業後は、社会人野球の大阪ガスに入団。2年目から公式戦に登板し、 第82回都市対抗野球大会では NTT 西日本の補強選手になったが登板機会はなかった。3年目は第83回都市対抗野球大会にパナソニックの補強選手として出場。初戦で山中博志をする本田熊本と対戦し、2番手で登板し無失点に抑える高級縁を見せ、チームも2から1で勝利した。 しかし、先発したベスト8の JX エネオス戦では、請求に苦しみ2回途中3失点で降板し、チームも5から9で敗退した。大会後に発覚したチーム内の不祥事により8月31日から6ヶ月の対外試合禁止が下されたため、第38回社会人、野球日本選手権大会などには出場できなかった。2012年の NPB ドラフト会議で、 読売ジャイアンツから4巡目で指名。年俸1000万円という条件で入団した。背番号は57。この会議では大阪ガスのチームメイトだった松永隆弘も千葉ロッテマリーンズから1巡目で指名。後に入団している。巨人時代2013年は開幕鬼軍で迎え、イースタンリーグで主にリリーフとして起用される。 チーム内で2位となる45試合に登板し、0勝5敗、防御率2.68と一定の成績を残すと、すでに巨人の優勝が決まった9月25日に1、軍発昇格。同日の東京ヤクルトスワローズ戦でプロ初、登板し、1イニングを無失点に抑える。シーズンでは3試合に登板した。2014年は1軍登板を果たせずにシーズンを終え、2015年は、 一軍では同じ左腕の高木京介やとねちやきが活躍したため、この年も二軍暮らしに終わった。10月初旬、二軍監督の岡崎薫に一軍に左の横投げはいないし、腕を下げたりして違う環境でやってみたらどうかと提案され、10月のフェニックスリーグからサイドスローに転向した。2016年は4月23日 DNA 戦の救援登板以来、 12試合で救援として、登板したものの、左肩を痛め6月2日に登録抹消となった。2016年シーズン終了後に、吉川光を、石川慎吾との交換トレードで、大田康氏示世と共に、北海道日本ハムファイターズへ移籍。背番号は49。2017年には、6月14日の対、中日ドラゴンズ戦で、延長11回裏に登板。 一回を無失点に抑えた末に、一軍公式戦での初勝利を挙げた。シーズン全体では、一軍公式戦41試合に登板。3勝0敗、防御率2.70という成績を残した。2018年には、レギュラーシーズンの開幕直後に一時2分軍へ、降格しながらも、セットアッパーとして一軍公式戦で、チーム最多の57試合に登板。 二勝0敗11ホールド、防御率2.17という高成績を残したことから、シーズン終了後の契約交渉では、推定年俸4100万円という条件で、契約を公開した。2019年には、8月29日の対埼玉西部ライオンズ戦七7回表に9円で登板。チームは、試合に敗れたものの、自身は1イニングを三者凡退に抑えて交代した。 ため、巨人時代のチームメイトである、高木京介が保持していた、公式戦の初登板から165連続、登板機械無敗という日本プロ野球記録を更新した。一軍公式戦全体では、61試合の登板で17ホールドをマーク。防御率は3.96と前年を上回ったものの、無敗のままシーズンを終えたため、 連続登板機械無敗記録は174試合にまで伸びた。2020年には、レギュラーシーズンの開幕から、一軍公式戦8試合に9円で登板。勝敗ともつかず、連続登板機械無敗記録を182試合にまで伸ばしていた。7月11日のオリックスバファローズ戦で同点の8回裏に、 シーズン9試合目の登板を果たしたが、自身のフィルダースチョイスなどで4点を失った末に、一軍公式戦では初めての黒星を起死した。さらに、15試合目の登板であった7月29日の同カードで、左足の内転筋に肉離れが生じたため、翌30日に出場選手登録を抹消された。ーム最速時速1 5 2の、 ストレートとスライダーが武器。ファイターズのチームメイトである宮西久夫と同様プロ入りから一度も先発のマウンドに立ったことはない。小学校時代は阪神タイガースがキャンプをしている秋市シ球場まで練習見学に通っており、初めてもらえたサインは藤川球児からである。2013年10月25日。 社会人時代の2012年6月に左肩を痛め入院した際に知り合った看護師の女性と結婚した。ありがとうございます。